もうセリフすぐ忘れちゃう。オペラなんて私には向いてなかったのかな。こらこら、自分を決めつけちゃダメ。どなたですか？ここの卒業生って感じ。君、音楽部の子でしょ？あ、そうです。頑張りなよ。努力している君はすごくかっこいいと思うから。じゃあ頑張ってみます。ありがとうございます。私は西高を出てから音楽の勉強していましたので、音大を出て声楽科といって歌を歌う方を目指しましたけれども、途中からアナウンサーにとても興味が湧いて、言葉で人に思いを伝えるというところを仕事にしようと思って、地元の放送局のアナウンサーになりました。何かいいことでもあったの？ちょっと昨日ここの OB みたいな人が励ましてくれたんだ。だから今やる気すごくある。音楽部でオペラという一つの作品をみんなで作ったということは大変貴重な経験でした。自分一人ではできないことを仲間で作り上げたという達成感がとても大きな喜びになりました。達成感というのは自分に自信が出ます。自分一人ではできないことが仲間と一緒だったらできたという思いが続いていくと、達成感は自分への自信につながっていきますので、それを高校生で体験できたということは、その先の私の人生においての、自信が、続いていた。失敗してもまたそこから頑張ればいいという思いにつながっていきましたので、その経験がとても生きているなと思います。アディーナ、僕と結婚してくれないのならば僕は兵隊になって死ぬ。待って、私はストップ。セリフ忘れたでしょ。ゆき、ちゃんと集中して。ごめん。久しぶり。部活どう？私、セリフ間違えちゃった。ヒロイン役なのに。どんなに頑張っても報われなかったらどうするの？もう辛いよ。まあ、あなたには関係ない話ですよね。関係なくないよ。私も昔、間違えるのが怖かった。でも、舞台は一人で作るものじゃないでしょ。あなたは部員の子と一緒に頑張って、たくさんの人に頑張りを認めてもらいたくないの？認めてほしいに決まってるでしょ。じゃあ、頑張ろう。あなただってできるよ。だって私でもできたんだから。みんな、昨日はごめん。頑張るから、みんなで最高の舞台作ろう。頑張れ。
校生の時の私。今コロナの今までにない本当に大変な時代です。今までできたことができなかったり、あと不安に駆られる日も多いと思います。そんな中で自分の将来を決めていったり、その先をね考えていくというのは本当に不安が多いし大変だと思います。ですけれども、自分をまず信じて、自分はできるんだという強い思いを持って一歩一歩進んでいってほしいなと思います。続けていけば必ず結果はついてきますし、たとえ失敗してもそこからまた一歩少しずつ進んでいけば、気持ちを前向きに持って進んでいけば必ずいい結果が待っていると思いますし、その頑張りは決して無駄になることはありません。私も経験してきたことが、その時は無駄なことをしたなと、辛い思いになったこともありますが、でも後から振り返ってみると、それがどこかで生かされていたり、その経験があった頃こそ今の自分があるなと思えるようになりましたので、決して夢を諦めないで、前向きな気持ちを持って、一人じゃないんだという思いを持って進んでいってほしいなと強く思っています。